丸川珠代オリンピック・パラリンピック担当大臣は、ゴルフ会場に決まった霞ヶ関カンツリークラブが女性を正会員に認めていないことについて、早急に対応するよう求めました。オリンピック憲章に掲げる男女平等原則をオリパラ成功のためには重要に考えていただくべきだと考えております。80年以上の歴史を誇り、名門ゴルフ場として知られる埼玉県川越市の霞ヶ関カンツリークラブは、女性が正会員になれないことから IOC から改善を求められています。丸川大臣は、判断の時期が大会に間に合うかどうかが一つのポイントと述べ、早急な対応を求めました。一方、昨日取材に応じた木村喜一理事長は、女性を正会員に認めていないことについて、当初はそのままでいいということで了承した。これから会員の皆さんと協議していくと話しました。